電球だは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、歯が大きいという意味合いの形容詞で、サメやニベ、アナゴ、カラシンなど、多種多様の肉食魚を指す。アメリカ公文書では青ザメをはじめサメを由来と、みなしている。青ザメダスキースムースハウンド当初は、ウバザメのカリフォルニア州での現地名にちなみカッピドリの艦名で建造される予定であったが、 1942年9月24日に電球だと解明される。電球だは1943年11月18日にコネチカット州グロトンのエレクトリックボート車で寄港する。1944年9月10日に T.W. 法案夫人によって浸水し、12月30日に艦長ジョン S ・マケインジュニア中佐の指揮下収益した。マケインの父はジョン S ・マケインシニア大将。 息子は海軍出身で2008年アメリカ合衆国大統領選挙での共和党大統領候補ジョン・マケインであるデンテダの調整は大西洋艦隊潜水艦部隊の実験任務のため2ヶ月間に延長された任務終了後デンテュダは1945年4月5日に太平洋に向けて出港し5月10日に真珠湾に到着した5月29日 電球だは最初の紹介で、東、シナ海及び台湾方面に向かった、サイパン島、タナパグ湾に寄港して燃料を補給した後、小クに到着。6月18日、電球だは北緯31度55分統計126度48分、北緯31.917度統計1 2 6 8イレ0度、 31.917126.800の男女群島近海で2つの目標を探知し、浮上して相手が監視艇であることを確認の後、5インチ砲などの砲撃で2隻とも撃沈した。この目標は特設監視艇、霊マ丸と平和丸であった。6月26日には北緯25度45分統計120度32分。 北緯25.750度統計120.533度、25.750120.533の地点で異号クラス潜水艦を発見し、魚雷を4本発射したが命中しなかった。7月4日未明、電球打は北緯26度09分統計119度54分、北緯26.150度統計119.900度、 26.150、119.900 26. の地点で3000トンから4000トン級と推定される輸送船を発見して、魚雷を3本発射、2本が命中して1本は海岸に当たって爆発した。7月12日には、北緯26度06分統計119度45分、北緯26.100度統計119.750度、 26.100119.750のバソ島近海で7月4日に攻撃したものと同じ輸送船を発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させた。電球打はこの4000トン級輸送船の撃沈を報じたが、戦後の調査では輸送船撃沈は認められなかった。7月29日、電球打は58日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。 デンテューダは1946年1月3日まで、真珠湾に泊まり、その後帰国の途に着く、1月8日にサンフランシスコに到着した。その後、クロスロード作戦での試験官として第一統合任務部隊に配属されたデンテューダは1946年2月14日に、真珠湾に到着し、5月22日にビキニ干渉に向けて出港した。デンテューダは、 実験任務を無事完了し、9月5日に、真珠湾に帰還した。10月7日にメアアイランド海軍造船所に向けて、出港し10月14日に到着する。電球は1946年12月11日に、退役し、第12海軍区の訓練艦として配属された。電球は1967年6月30日に、除籍され、 1969年2月12日にスクラップとして売却された電球テの唯一の紹介は成功として記録された。また、沖縄戦への貢献で一個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。